高市総務大臣。聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。 電話は国民の日常生活および社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする機関的な手段であり、特に緊急通報を利用することができる手段として、国民の生命、財産を保護すると、重要な役割を担っております。 しかしながら、聴覚障害者等は自立した日常生活及び社会生活を送る上で、電話を利用した意思疎通に困難を伴うといった課題があります。このような背景を踏まえ、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの措置を講ずる必要があることから、本法律案を を提案することとした次第であります次に法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます第一に総務大臣は聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を定めることとしております第二に総務大臣は 電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できるものを、その申請により、電話リレーサービス提供機関として指定することができることとし、業務規律および監督規律に関する規定を整備することとしております。第三ににに電話リレーサーサビスののの提供の業務に要するる費用に充てるための交付金を 電話リレーサービス提供機関に対し交付することとし当該交付金に係かかる負担金について電話提供事業者に納付を義務付けることとしております以上のほか所要の規定の整備を行うこととしておりますなおこの法律は 交付の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります何卒ご審議の上速やかにご賛同賜りますようお願い申し上げますこの際本案の衆議院における修正部分について修正案提出者衆議院議員山花育夫君から説明を聴取いたします山花